チャット中です。ロンコビリっていう、まあ、ステーキハウス屋さんに来たので、まあ、こちらの方食べていこうかなと思います。ロンコビリって僕はあんまり聞いたことがないなって思ったんですけど、愛知県を中心に東海地方の方で展開されていたチェーンステーキレストランということで、10年くらい前から別の地域にも店を出し始めたっていう感じみたいですね。こちらの席ご利用ください。ただいまこちら大通りをおすすめしております。次生姜スープにご飯通ります。さあそれぞれご賞味ください。ご利用します。はい、ご注文決まりの頃にお伺いいたします。あ、じゃあもう、はい、でこのブロンコビリーなんですけど、ランチタイムが16時までやってるっていうことで、で一番安い1200円の 150g のステーキランチでもういいみたいなんですよね。なんでかっていうと、まあ、セットにサラダバーがついていてですね、でサラダが食べ放題みたいなんですよ。ちなみに僕が来店したの16時20分だったんで、このランチ終わっていてですね、同じ組み合わせになるように個別に注文しました。でこんな感じでですね、サラダいろいろ取れるっていう感じになっててですね、まあ、サラダバーを注文しただけでなぜかパスタとかデザートとか一緒に取れるっていう感じになってましたね。早速取ってきました。このオニオンとかシャキシャキして普通に美味しいですよね。さっき水どこで汲めるのかなって迷ってたんですけど、ここで汲めますよっていう風にちょっと教えてもらいましたんで、皆さんも覚えておいてください。これ拙者ですね。拙者の拙者ですね。おー、汁がね出てくるっていうね、いいじゃないですか。こちらね、豆腐のやつとレタスのやつですね。こちらでした。ポテトなんかもちもちしてて美味しいですね。ハンバーグはハンバーグかなっていう感じで、わかんないですね。ステーキ屋さんだったかもしれないですね、そういえば。あっちの席で、お客さんのタメ口で喋ってる店員さんがいるんですね。多分、大学の同級生とかなんでしょうけど、まあ、そういうのちょっと羨ましいですよね。働いてる中での公私混同みたいな、いいシチュエーションですよね。お餅、わかめのやつとこの食物繊維の、失礼します、こちらを探してよろしいですか。いいですか、お箸。はい、まあ、ディナーだからかもしれないですけど、1628円で、まあ、これっていうのはまあ個人的にはまあ普通かなという感じですかね。ランチだとなんか1200円くらいで食べられるみたいなんで、まあ、そっちはまあまあまあフラッチをもらったのでやっていきたいと思います。200円、なるほど。まあ確かにこういうのを利用すれば、こういうのを利用してさらにランチで行けば1000円であれだけ食べれるっていうことなので、まあ、結構意外とお得なのかもしれないですね。あ